ジョンです。なるめん通りです。まあ、通りくんもさ、食べてると思うんだけど、はい、中目黒にあった花山椒。ああ、はい。行きました、行きました。今移転してね、スノンかな、うん、に移転して、まあ、移転してから僕食べてないんだけどさ。はい、僕もまだ行ってない、ね。で、中目黒の時食べて、褒めてたじゃん。はい、美味しかったっす。で、僕もさ、あれ、美味しくてさ、褒めてたの。うんうん、で、まあ、曲がりだったじゃん。はい。で、基本僕、曲がりには行かないの。うんうんうん、うん。興味がないっていうか。うんうんなんだけど、あれは、なんか見た目がめっちゃ美味しそうで。まあわかりますわかります。うん、見た目良かった。本来曲がりはいかないんだけど、うん、でもこれ行ってみようと思って行ってみたらね、うん、美味しかった、うんうん。でね、まあ何を思ったかっていうかさ、はい、見た目をね、はい、美味しそうに作れる人、はい、作れるセンスと、うん味を美味しく作れるセンスって近くない、うん、と思ったの。なるほど、はいはいはい。見た目でさ、もう写真で、あ、はい、このラーメン美味しそうって思ったら、うん、だいたい美味しくない？で、見た目でね、これ美味しくなさそうだなと思ったラーメンが、はい、美味しいことってほぼなくない？あー、なるほど。はい。はい。って思ったの。はい。で、だから、美味しそうに作るの美的センスっていうのかな、はい、と美味しいものを作るセンスでどこがどうつながっ脳みその中でどうつながってんのかわかんないけど、うん、なんとなくこれリンクする部分があるなと思って、はい、うん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 確かに確かに確かにって思ったっていうだけの話なんだけどさ、はい、なんかねまあ中にはさ、はい、まあ見た目だけのお店もあるよはいうん。見た目だけのお店。見た目だけのお店もある。はい。はい、ありますね。うん、だから、その見た目美味しそうだけど、味あれっていうのはあるか。ありますけど、うん、でもそれって、なんか、なんていうんですか、どっかの、うん、どっかを真似たような盛り付けじゃないですか。オリジナルじゃなくてね。うん。なんかどっかで見たことあるようなっていう、まあ写真だけ見ても、うん、あこれあの店だってわからないような感じですよね、うんうん、なんかそれは一個あるかなって思いましたね、はい、だからまあ本当に自分で考えた、うん、わけじゃない自分のセンスで作ったわけじゃない、うん、見た目で花山椒はまさにそうだったし、うんうん、だからそうね、曲がりに行かないジュアンさんが、うん、あ、行ってみようって思う、金銭に触れるっていうことは、うん、やっぱりその盛り付け方も、うん、ちょっとオリジナリティがあったんじゃないかなっていう気はしますね。うんうん、で、味作りっていうのも多分、まあ、別に、うん、よそと違う盛り付けを、違う味をっていう意識がどれだけあるかわからないにせよ、うん、やっぱ美味しいなって思うって、やっぱよそと違う味作りをしてるパターンが多いと思う。それは大枠ではこう、うん、カテゴライズされてしまったりはどうしてもするんですけど、まあそのカテゴリーの中でも、うん、やっぱりちょっと他とは違うよねっていう味の方が、あ、ここ美味しいって思うかなーって、うん、思いますね。まあ本当に一要素だと思うんで、これが全てってわけではないと思うんですけど、うん、一個要因としてはあるかなっていう。それもまあセンスっちゃセンスですよね。うん。うん、でもなんかセンスがね、まあその見た目を作るセンスと、うん、味作りのセンスってね、なんか近いとこがあんのかなってね、思ったの。うん、本当だってさ、見た目にさ、美味しくなさそうなラーメンがさ、はい、美味しいことってまずないじゃん。まあ、そうですね。それ綺麗に整ってる雑だって話でもないじゃん。うん、違うでしょ？わかります。それはわかります。雑な盛り付けだけど、うん、美味しそうっていうのあるじゃん。うん、うん、うん。ねえ、だから綺麗雑って話じゃなくて、めっちゃわかります。美味しそうに見えるかどうかっていうので、うんうん、美味しくなさそうに見えるラーメンで、美味しいことね、ないと思う、うん、もう。すっげえわかる。これ、なんか、わかんない変な自信なんですけど、うん、多分その美味しくなさそうな見た目の例をこうジュアンさんと見せ合ったら、こういうことですよねって言って、結構一致する自信があるんですよ。うん、そうそうそう、こういうやつ、こういうやつ、みたいな。うん。でも、それ、多分、ある程度、
ラーメンの、要はラーメンの絵をたくさん見てないと、わからない感覚、磨かれない感覚だから、やっぱり食べたり、うん、まあ勉強してるんじゃないですか。やっぱそういう美味しいの作れる人って、そんだけ丼を見てるっていう。だから盛り付けも綺麗にできるし。まあ、美術作品をいっぱい見るみたいなものかな、うんうん、に近いような気がします。で、味作りとそこがなんで結びつくのかまではちょっと分かんないですけどね。まあね、だからどうなの、うん、まあだから、まあ、それだけ食べ歩いてるから、うん、まあ、味作りの方にも、うん、影響がね、いい影響が出るのかな、うん、なのかな。だから直接的になんか結びついてるってわけでもないとは思うんだよね。うんうんうん、なんか どっちかのセンスを磨いていく過程においてもう一つがついてくるみたいな、なんかそんな感じかなっていう気もするの。ああ、なるほどなるほど、確かに確かに、あ、確かに確かに、どっちかだけが突出するってちょっと難しいっすもんね。うん、ああ、なるほど。ね、なんかここをまあうまくね言語化できないんだけど、なんとなくそんなことを思ったんで、うん、まあね、これからまあラーメン屋さんやる人とかもさ、うん、やっぱ見た目をね、うん、気にしてほしい。見た目、そうですね。だからどうなの、まさっき通りくんがさ、同じ写真をこう見比べてさ、はい、2人で美味しそうかどうか一致すると思うって言ったじゃん、うん、これってやっぱ経験値かな。だと思いますよ。美味しそうって感じるかどうかって、はい、でそもそもこれが磨かれてないと美味しそうな見た目作れないもんね。その感覚がずれてるとさ、そう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 なんですよ。ね、だからまずは美味しそう、どう、多くの人が美味しそうって感じるラーメンはどういう見た目なのかっていうところの勉強からまず始めた方がいいかな。はい、いやもう本当、いやそうなんです。これってだからなんつうんですか、 AI に勉強させるみたいな話に近いと思うんですけど、もうたくさんたくさん、うん、たくさん、もうたくさん、とにかくだからこの見た目のラーメンが、あ、難しいですね。だから、はい、これは美味しかった、これは美味しくなかったっていうのをもう何個も何個も自分の中に入れてって、で、うん、それのトータルでこう、そうだよね、はい、まあ、自分が AI のように勉強するっていう、話だからすげえ難しいですけど、ね、いっぱいインプットしてもらって、はい、でまずやっぱね、見た目からね美味しくした方がいいと思います、はい、絶対に。あとそれで言うとですね、うん、僕盛り付け割と、うん、なる麺は、うん、あんま良くないっていうか、僕のウィークポイントだと思ってるんですよ。僕盛り付けを懸念するのがあんま上手じゃなくて、うん、で、前に、うん、あ、これはいいぞっていうやつができたんですよ、うんうん、でそれってさっきも出てましたけど、うん、雑な盛り付けなんですよ、うん、でもあ、これはいいぞっていうのができて、あ、ん、そう、それで言うとやっぱね、はい、それぞれの人の得て増えてがあると思うの。はい、ああ、うんうんうん、でね、これね、今の話でね、思い出したのが、はい、まだ船越がうちにいた頃に、うん、なんか船越と次の限定どうするみたいな話をした時に、はい、僕がね、うん、さ、小野くんみたいなさ、ラーメン限定やりたいんだけど、って言ったの。うんうんうん、で、船越と、で、まあ、こういうのにしましょうか、みたいな話をしてて、はい、で、船越に盛り付けをさせたんだけど、はい、もうね、全然小野くんみたいな、美しいアートになんないわけさ。なんか、テンションやぼったくて、全然美味しそうになんなくて、で、僕もそのセンスがないんだよ。ああ、なるほど、なるほど。小野くんみたいな、ああいうラーメンを作る。はい。はい。で、船越と二人で、うん、これ、僕ら無理だねって言って、その限定諦めたんだよね。なるほど。だからやっぱり、それぞれの人の得て増えてはある。で、例えばその、今の船越のさ、桜上水船越のラーメンって美味しそうじゃん。はい、美味しそうです。めっちゃ美味しそうです。だから、船越も多分、ああいうのは得意なの。なるほど。だから、道理くんも多分、そっちの、雑そうに見えるんだけど美味しそうみたいなのが多分得意なんじゃない？もっと早くこの話したかった。いやだって僕、あれですよ、黒木さんの本とか見て、もうこの盛り付けはなんか何時に何を置く、なんかこう対象にこう何かを置いてみたいなロジックがすごいあって、それをもう一生懸命見て。でも何一つ身になってない。やっぱあれはね、あっち方向のセンスがある人じゃないと、
できない。ほんとに、翔野くんのね、盛り付けをね、真似しようっていうのでできなかったから、思ったの。うわぁ、これありますね。で、だからまずあれはね、自分の得て増えてを理解しようっていうところだね。ほんとに、これ、目から鱗なラーメン店主いると思います。あれ、自分ってどっちなんだろうみたいな。ちょっと一回試した方がいい。やっぱね、センスない人がね、下野くんとか黒木さんの真似するとね、ただの本当ね、素人が作ったいまいちな見た目にしかなんないの。あと、これ本当に細かい話になりますけど、じゃあ、例えば、チャーシュー。うん、雑に切った方が美味しいチャーシューと、綺麗にスライスした方が美味しいチャーシューってあるじゃないですか。間違いなく。ある。でも自分が作り手として、はい、例えば雑に切った方が美味しいチャーシューを作っちゃってる店主が、綺麗にこう神経質に切っていたら、それはちょっともったいないことをしてますよね。そう、ある、ある。だからこれって本当に自分がどっち向きなのかって、ちょっと今一度本当に考えた方がそうだよね。いい気がする。美味しそうっていう見た目を作るためにはね。自分がどっち向きか。はい。これありますね。うわ、面白い。なんかこんな角度で話したことなかったです、今まで。もう、なんか、話そうと思ってたこと、なんか違う方向に話したりするんですけど。まあ。でもまあね、まあ、その、まあ、見た目をね、大事にしましょうって話ですよ。うん、そうですね。ね、確かに確かに。まあ、一度、ね、美味しそうっていう見た目がどういう見た目なのかを考えてもらえるといいと思います。うん、こんな話でした。はい。では。